こんばんは、クレイジーダイヤモンドです。シャキーン。令和一発目、令和元年6月9日ロックの日、ロックンロールカーニバルが開催されます。イエーイ。わー、我らクレイジーダイヤモンド初エコダですね。エコダといえば、うん、エコダの大将宗彦新井、うん、私の地元エコダ、エコダの山賊というお店の市川さんの主催のエコダにちなんだバンドが集合ということで、まあ、まあ直接知ってる人は少ないので見るのが楽しみでございます。ちょっとロック系のイベントっていうことで、あのロカビリがいないんならむしろロカビリやってやりたいなって。とりあえず目立てるじゃないですか、ロカビリが我々以外いないんだったら。あのロカビリ代表みたいな感じで行ってきますよ。見ていてください、ロカビリアンの皆さん。なので今回ね、開始が、日曜日なんですけど、3時半スタートなので僕らが今回2番目ですかね。そうです、4時です、我々の出番、はい、次の日みんな仕事だと思うんですけど、パーッと来てもらってガー飲んでもらって楽しく、で6時からね、ロックンロールで乾杯、楽しく次の日の仕事に備えていただければと、うん、日曜の4時ってなかなかいいですよね、そんな遅くならない感じでね。はい、令和元年6月9日エコダロックンロールカーニバルクレイジーダイヤモンズ登場いたします。なおこの6月9日が終わるとクレイジーダイヤモンズちょっと間が空きます。ちょっと次のライブまで間が空きますので、ぜひこちら6月9日エコダにお越しください。よろしくお願いいたします。はい、エコダで待ってるぜ。イエイ、来てくれ。